こんにちはサムライケンです第2回目の今回は音楽の知識が半分以上の内容となります音楽の知識としてはピアノの国鍵、発見そして音階まスケールですねそういった内容になりますで、ガレッジバンドの方の操作としてはプロジェクトの終了それから保存そして名称変更 それからピアノ演奏の録音再生の方法という内容になります。小中学校の時にですね、音楽の授業をしっかり勉強してなかった人、実は私もまあそうなんですが、そんな人はぜひ見てください。しかもこの動画で扱う音楽知識はまさしく基本的なことだけです。音楽で遊んだり。 カラオケを作って歌ったり、演奏したり、そういったことをするのに必要最低限の内容ですので、こちらをしっかり押さえておきましょう。ということで、まずは鍵盤を使ってですね、基本中の基本を再確認しましょう。皆さんがよく知っているドレミファソラシドですね。鍵盤では、どれがドでミか 分かりますかこれがどうですで、この黒剣が2つ並んでいる左の八剣こちらですねここから順にドレミファソラシドとなってきますね黒剣が2つ3つ2つとこう並んでますよね例えばこのドトレの間にある黒剣ですね音を鳴らすと分かりますがどうですか ドより高い音でレより低い音ですねこれはドより半音高くレより半音低い音になりますミとファの間には国権がありませんよねこれはミとファの関係はもともと半音だからですそこでドレミの音の違いを表すとこのようになってます ととレのの音音音は間に半音が入るので全音と言いますするとこのように「ミと「ファ」「シと「ド」は半音の関係ですね。ということは「ドレ」「ミファ」「ソラシド」は「全音全音」「半音」「全音全音全音」「半音」というふうになってます。この「全音」と「半音」の並び方を「メジャースケール」 と言いますので覚えておきましょうところでドトレの中間のットは何と呼ぶのでしょうそれは簡単に呼べるようにこれからはあのドレミファソラシドではなくてこのように CDEFGAB と呼びましょうつまりドは C で C から始まって G から AB とこうなりますのでね え慣れるのにちょっと時間がかかるかもしれませんがこれは後でコードを覚える時に大事ですので G と言ったらそれから先ほどこれはメジャースケールと言いましたが C から始まるスケールなので C メジャーースケールと呼びますでは C と D の間の国 ですね。これは C シャープと呼びます。シャープとは、えー、半音上という意味です。ところが D の半音下ですから D フラットとも言えます。フラットとは半音下という意味です。どちらで読んでいいのかはだいたい曲の調スケールで決まるので、それはまあ別の動画で紹介いたします。ではこの鍵盤で。 何か曲を弾いてみますがそれを録音してみましょうここにある左が巻き戻しそして再生赤い丸印が録音ですねで右端がチックタックとこうテンポを刻むメトロノームになりますではここでですね二つ大事なことがあります一つはこのままですと好きなだけ長い時間の曲を 録音はできないんですね8小節までしか録音できないんですねで、小節というのはこの部分ですね音符が入っている箱みたいなものですこれが8個で終わってしまうんですなのでこれを増やしてあげる必要がありますそのためにはこのプラスをタップしてセクションの長さ自動というところをオンにします これで小説は自動で増えていきますえプラスをタップしたときにこんな画面8小説かっ自動というのが出たときはもう自動になっていることを意味しますでは二つ目ですねそれはあのテンポですテンポというのは、まあ、テンポが早い遅いというあれですね ワン・ツー・スリー・フォーなのかワン・ツー・スリー・フォーなのか決めましょうえそれはこの歯車をタップしますすると上から2番目にテンポとありますねこれをタップしてこうやって指でテンポを決めていくかあるいはですねここの部分をポンポンとこう叩いて おおよそのテンポを決めますでは今回はまこのくらいのテンポで弾いてみます以上の2つを覚えておきましょうでは録音します はい、これで録音できました、えー、再生してみますねではもし間違ってしまってですね消したいときはどうするかですね今回はとりあえず簡単な消し方この矢印ですねこれは取り消しをするためのアイコンです 先ほど録音したものを、この矢印をタップすることによって、録音が取り消しになるわけですね。まここが緑色になってますけども、取り消しをすると、このように緑色、録音された部分はなくなります。では最後にですね、このプロジェクトを終了するためには、この左上のところですね。 iphone と ipad では違いますが、ここをタップします。そうするとこのように画面が戻ります。では、さっき録音したプロジェクトはどれか？というとここにありますね。マイソングという風に自動で名前が出てきます。長押しして。名前を変更をしといた方がいいですね。 以上ですが、次回はここをタップすると出てくるコントロール画面。こんな感じですね。そして、ここをタップすれば出てくるトラック編集画面について説明します。では、さらばでござる。